はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ジャンタマでね、サンマ打っていこうと思います。ということでね、やっていきましょう。サンマトンプ、よろしくお願いします。さて、親ですね。そしてペイが1枚、シャーを切っていきましょうか。1234、4566、456。お、なんか結構揃ってるっちゃ揃ってる感じの、手牌ですね。はい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 。これはなかなか、いい感じですね。まあ、染まっていたりとかするわけではないですが、手牌の中にもドラ1枚あるし、ペイも1枚使ってるので、まあ、リーチしてドラドラだけでも、まあ、なかなかいいんじゃないかっていう感じですね。まあ、ちょっとでも、スタート手配良かったけど、入りが悪いかなというような気もしますね。これどうなんだろう。234の45667の形で見て、E1 落とすような形で、考えた方がいいのかなというような気もしますね。スッチースを引いてくれば、まあ、その形にできるわけだけど、な、スチーソか、うっぱ、ショックいい感じの手配っぽかったのに。うわぁ。あ、しかも地味に高いね。シャアをポンしただけで。あ、てか、ドラアンコなのか。そりゃ高いわ。はい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 。なるほどね。危な。振り込まなくてよかったと見るべきか。ただね、結構いい手を潰されたような感じもするので、悔しいですね。さらにペイも抜かれる。まあ、こちらもペイ引いてきたので、抜いていきましょう。おっと、これはなんか染めたいね。雰囲気は。染めたいなという気はしてきましたね。まあ、染める気ならポンでもいいでしょう。これはテンポよく行きましょう。で、何が出ても、ウーソーが出てもポンしますよと。いう形かな。まあでも自分で使ってる、2枚使ってるウッパーピンじゃない、ウッパーソーでね、ドラ絡んでるところが街になっちゃいそうなところは少し、気がかりではありますが、あーでも街が変えられる可能性もありますね。とりあえず、カンちゃん街でね、ソーズの6、待っていきましょう。まあただ、あまりいい街ではないので、変えれるなら変えたいぞと。これはまあドラ含みでこっちの方がいいよね。トイトイより。おそらく。トイトイよりこっちの方がいいとは思うんだが。どうっすかね。うっぱそう。待って、でも本一ドラドラ、まあとりあえずマンガンはあるよと。あ、でシャーモか、シャーモある。だから赤ドラか、パーストの方で上がれば跳ねマンあるんだね。これオッケーオッケー。だったら、おっとペイが来る。これで赤ドラじゃなくても跳ねマンありますね。さあ、これは上がりたいぞ。さっき上がれなかった分も含めて。なかなか引いてこないね。まあ、またね、誰かがドラアンコっていう可能性もあると、片方の町が死んでるというような気もするというか、まあドラ自体ね、活用できれば捨てないからね。さすがにやめておきましょう。勘すべきだったかな。動画的にはすべきだったかもしれんが、まあ一応ね、普通に打ってる、感じの動画なので、まあよしとしましょう。さて、なかなか出ませんね。おっと、ハクとハツが泣かれて、みんなね、役あるぞと言ってますね。チュンも泣く。みんなソーズなのかっていう。みんな総使い、うわー、うわー、上がりたかったこれ。
あー、ソーズでもないし。あー、でもドランコだ、やっぱり。マジかー。そうですかー。いやー、これはやられたなー。はい、そしてだんだんとハイパイもね、パッとしなくなってきたところで、まあ、今上がった人が連チャンですね。うん、今のところ上がれてないのが俺だけな上に、今のところ上がれてないのが俺だけな上に、まあ、積もられた分があるので、ビリになっておりますということですね。2、3、4、4、5、7、3、4、6、7、8、9、頭がねえな。頭がなくてみんな仲良しでペイを抜きましたね。最後の1枚がどこにあるのやらと。3、4、5、6、7、8、9。お、そこ頭だったらこういう感じですね。2ピン頭にして、3、4、5で1メンツとして、3、4、5、6、7、8、9。はい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 。一通とかもね、見えるんですよね。まあ、役割だからこれちょっと、ちょっと待って。まあでもあれか。そっち引いてきちゃったら、リーチでよかったか。あ、積もっちゃった。まあまあまあ、これでみんな一回ずつ上がったということで、よしとしましょうか。リーチでよかったんだな、じゃあ。それはでも結果論か。まあリーチかけても、まあ一発だと、バイオマンまで行ったっていう話はあるが、まあまあまあ、いいでしょう。とりあえず。上がれたので、まあ、リーチしたらね、泣かれるかもしんないし、ずれちゃうとなかなか引けなかったかもしんないよねとか、そういうこともあるので、まあ、結果的には良しとしましょう。まあ、なんかね、手代わりの余地があるかとか、いろいろね、考えてる時間がね、なかなか、喋りながらだとね、自分でもわかんなくなってる部分があって、一旦回してしまっただけなんだけど、まあまあまあ、いいでしょう。3、4、5の掃除のところ、うまく、カンちゃん埋まると、ドラドラがね、一メンツで使えるからいいんですが、どうでしょうかね、引けますかね。さて、まあでもこれはどうだ、あんまりリーチよ。ああ、そうですか、あんまり手が進んでないというかいい感じではないんだが、これは積もられたか。あ、カンか。はい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 、なるほどね。あー、どうしようかな、これ。ちょっとこっから頑張るのも厳しそうな気はするんだけど、一旦ローピン落としていきますか。どっかの統一は、まあ、なんか落としていかなきゃいけないような感じの手配でもあるし、まあ、これね、ピンズ、あっちゃー。とりあえず一ピン。はい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 、トーンは大丈夫と。そうですか。ハツも大丈夫。これはちょっとやめた方がいいね、2人とも。おっと、積もられる。はい、リーチ、ツモ、ピンフ、ドラ、赤、抜きドラ、6番、ハネマン、3000、6000。やられましたね。なるほどねと。天下無双にゃ。まあ、一通の時にね、リーチしてたらまた違ってたのかなということは思わなくはないですが、まあやはりね、泣いてずらされる可能性とかもあるから、まあ、どちらとも言い難いかなというとこですね。はい、ということで、まあ、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。